こんにちは、てるです。今回はノートを使った勉強法についてご紹介していきたいと思います。どなたでも参考にできる内容だと思うので、ぜひ楽しんでいってください。まずはノートのご紹介です。今回は開くのというルーズリーフタイプのノートを選びました。このサイズは B5 サイズなんですが、方眼紙タイプになっていて、パソコンなどと一緒に使うときにすごく使いやすいなと思って選びました。いろいろとやっぱり勉強していると間違ったりとか、順番の入れ替えとかがあるので、そういったときにも使いやすいかなと思っています。次にペンですが、今回はフリクションを使用しています。間違った時に消せるようにフリクションペンにしています。通常のペンでも問題ないかと思います。ただ私は勉強する時にすごく書き間違えたりだとか、図を書いたりする時にやっぱり間違えるのが怖いので、フリクションタイプ消せるペンを使用しています。そしてフリクションのスタンプも今回新しく購入してみました。この動画のマークですねが印刷されているものになります。今回私は Adobe に関して勉強するっていう目的でノートを作っているのですが、 YouTube を見ながら勉強することが多いので、何の動画を見たのかっていうのをメモするときに使うように購入してみました。しっかり消せるのですごく使いやすいです。もう一つはインデックスクリップですね。項目がそんなに多くないので、単純にどこからどこまでのページがその項目なのかっていうのが分かるようにしています。今後項目が増えてきたら名前を書けるようなタイプを購入して、分類を細かくしていきたいなと思っています。私が購入したのはゴールドの色です。シルバータイプも販売されていました。金属製のものなので、すごくこう薄くてノートにも響かないし、閉じた時にちらっとこう見える程度なので、かなりおしゃれに使えていいかなと思っています。結構お気に入りです。擦ると色が変わるタイプのフリクションペンになってます。今回は、アンダーラインを引く時にももしかしたら使うかもしれないし、どちらかというと目次的な見出しを書くときに使おうと思ってます。黒がメインで、サブの時に色を変えてピンクにするっていうような使い方をしていこうと思っています。では今回実際にやった勉強の様子をお見せしながら説明していきたいと思います。まず枠を作っています。狭めですね。どちらかというと右側にメインに書いていきます。そして見出しの作成です。ネイビーのマーカーで大きな見出しを書いています。今回は YouTube の動画を見ながら、おしゃれに出てくるテロップを作るやり方を勉強しています。右側のページもマークを書くなどして、パッと見で分かりやすくするのもおすすめの一つです。それでは動画を見ながらどんどんとまとめていっています。1番や2番など番号を振るとか、矢印を書くとか、ノートの書き方はそれぞれ書きやすいように書くといいと思います。文字だけでは分かりにくいところは、しっかりとアイコンなど図を書いたりしてまとめていきます。見返した時にこれなんだろうと思う可能性もあるので、そういった一言も書いています。このマークを使うとかですね。今回の勉強の中では重要単語が出てきたので、それを左側に書いています。レスポンシブデザインというものがどういうものかっていうワードが今回学びの一つでした。次にピンク色で中見出しを作っています。本来は1個でいいんですけど、ちょっと書き間違ってしまって2つある状態になっています。こういったノートをまとめるときに、いくつか自分の中でパターンがあって、矢印だとこの手順を踏んだ後これをするっていうようなやり方、 L 字のマークだとここからここを開くみたいな形でつながっているときは L 字のマークを使ったりしています。ではだいたいノートのまとめが完
完成しました。全体像はこんな感じになっています。余白を残すことも大事で、後から書き足したりとかスペースを残していくことは重要だと思います。今回はどちらかというと手順の方が多かったので、左側に書く項目は少なかったんですが、これだけ空いていても結構すっきり見えると思います。図を入れることで見返した時にやり方が簡単に把握できるように意識しています。余白も多いので図の書き足しも可能となっています。最後に左側をまとめていきます。今回の場合は見ている動画のチャンネル名とタイトル名をメモしています。このノートだけじゃ分からなくなったりとか、あれどうだったっけって思った時にすぐに検索できるようにしています。他にも教科書や参考書のページ数を書いておくのもおすすめです。では実際にどういう風に使っていくのか、簡潔にこうまとめていきたいと思います。まず一つ目がポイントをまとめていくタイプになっています。今回例として出しているのが、私が勉強して取得した資格の一つである登録販売者の時によくやっていたやり方なんですけど、今回の場合アセトアミノフェンという成分を こういった形でアンダーラインを引きながら、どういう成分なのかっていうのを右側の欄に重要フレーズとともに書いていきます。左側にでは何を書くのかっていうと、よりポイントとなること、また注意点ですね。重要なポイントをしっかりとまとめて、さらに覚えておかなきゃいけないこととか注意しなきゃいけないことっていうものを左に書いています。もう一つは一口メモタイプです。基本的にマニュアルとか操作のやり方などをノートする際に使うことが多いです。今回例で出しているのは、架空なんですけど、何かパソコンとかそういった操作をするっていう時に、右側の大きいスペースには順番通りやり方を書いています。左側にでは何を書いているのかというと、この部分は注意しなきゃいけないよっていうところを書いています。なので大体は右側だけで完結しているんですが、左側により注意しなきゃいけないことっていうのを書いています。最初紹介したのと違う点は、少し左側のスペースの重要度が低くなっています。最後は要約タイプです。学生の方は一番こういった使い方がベストなんじゃないかなと思っています。今回例で出しているのは英語になるんですけど、右側に例えば I am a boy っていう普通の英文を書いたとして、左側に何を書くかというと、今回習っている大まかな、もう本当にまとめですね。今回は B 動詞について勉強しているという点なので、 B 動詞は is、am、are の3つがあるよとか、そういったものを左側のスペースだけ見れば、何の勉強をしていて何を学んだのかっていうものが一目でわかるような書き方をしています。基本的に暗記系であれば、左側に重要語句を書いて、右側の大きいスペースに説明など板書を書くっていうことが多いです。逆に数学などの場合は右側に板書をしながら、左側に公式を書いたりっていうことも多かったです。枠はカスタマイズ可能なので、3分割にしたり半分にしたり自由に使ってみてください。